みんな旅してる。どうもしげです。モンテネグロ、ポドゴリツァ、欧州一醜い首都。それではスタート。28カ国目、モンテネグロの首都ポドゴリツァにバスで到着。宿まで850メートルぐらいということなので歩きたいと思います。国が変わって携帯つながってないから生まれたての小鹿状態。早く宿に着きたいよ。到着しました。本日の宿、ホテルフォブラです。チェックインしました。デラックスダブルルーム、一通り揃ってて、この広さで1泊約5000円。ありがとうございます。バスルーム、トイレも広々清潔、洗面台も広くていいね。スケスケのシャワールームも広め、シャンプー、シャワージェルもありました。なんとバルコニーがありました。宿の周りは何もない場所です。作業しやすいデスクがあって Wi-Fi 高速なのもありがたい。今日はバス移動で疲れてるので夕飯まで宿でゆっくりします。もうすっかり夜、腹減った。飲み行きます。宿は中心街から少し離れたところにあるので1キロぐらいかな、歩きます。大通りらしきところに出てきましたが、金曜の夜にした人少ないな。暗いね。まずは現金入手。この ATM で130ユーロキャッシング。意外なことにモンテネグロの通貨は円。1ユーロ146円台。SIM カード入手しようと思って売店2件当たったけど両方とも売ってなかった。両方とも広告は貼ってんのにね。今日は SIM カードなくてもなんとかなるから、とりあえず先飯食おうということで Google マップで高評価だったこの店。まずはモンテネグロのビール、ニクシチコ500ミリ。かなり薄め、あっさりしてて水みたいなビール。メインが大量の肉なのでまずはミックスサイドサラダでイニフバーハ。東欧でよく見かけるキュウリ、トマト、キャベツのシンプルなサラダ。ミックスグリル頼んだらなんかすげえの来た。これ全部牛なんだって。酒進みそう。まずは細めのソーセージ、チョリソーみたいなちょいピリ辛のやつ。ビールスムーで、ケークシ焼きは噛み応えある赤身の部分だから見た目に反してあっさりめ。バルカン半島名物のチェバプチチ、ちっちゃいソーセージみたいな形したハンバーグとかつくねみたいなもので、香辛料もしっかり効いててうまい。多分これはチェバプチチの棒状じゃなくてハンバーグみたいに平らなバージョン。味は同じような感じで相変わらずうめえ。大量の肉とくればお次はポドゴリッツァの赤ワイン4分の1ボトル。やや軽めの赤ワインかな。当然肉のグリルとはよく合うね。その他この辺りはホルモン系だと思う。いろんな部位の牛が食えていいね。全部うまい。肉の合間に挟む玉ねぎのみじん切りがいい仕事してくれんのよ。いやー、めちゃくちゃ肉食ったね。ごちそうさまでした。モンテネグロ、飯と酒めっちゃ安いな。歩いて宿帰ります。今日も無事宿に帰ってきました。宿の近所のバーからは爆音が流れてます。モンテネグロの SIM 相場が10ユーロで高かったのでレッティーゴーという会社の eSIM 1ギガだけ買うことにしました。1ギガ7日間で3ドルなんだけど、クーポンコード入れたら実質無料で買えてアクティベーションも無事完了。モンテネグロは水道水飲めるらしいのでちょっと飲んでみよう。なんかいけそうな気がする。明日もポドゴリツァでゆっくりします。おやすみなさい。おはようございます。朝食付きなので宿で朝飯いただきます。ハムとチーズうまかった。パンは控えめにしておきました。ごちそうさまでした。今日は作業日ということで宿で編集頑張ります。腹減った。まだ編集微妙に終わってないけど飯食いに行きます。ポドゴリツァは人口20万人いかないらしく、首都とはいえだいぶ穏やかですね。そもそもモンテネグロの国全体で60万人ぐらいしかいないそうです。今夜は Google マップで高評価のこちらの店行ってみます。入れるかな。暗いな。1杯目はローカルビアのポドゴリツコ500ml。昨日同様あっさりめ。でもドラフトビアの方が少しコクがあるかも。ポペティというなかなかに邪悪な料理が来ました。噂には聞いてたけどかなり邪悪。ポークフライにハムやチーズ詰め込んだ料理。中からチーズあふれてきてビール飲まないとやってらんねえ。うめえ。豚肉めっちゃ柔らかくてうまい。しかも付け合わせがポテトってもうデブかつまっしぐら。こりゃやべえぞってことでサイドミックスサラダ頼んだけどサラダまでカロリー高そう。トマト、キュウリ、玉ねぎのサラダでうまいんだけどチーズ多すぎね。俺もうつまみだろう。フライに添えられてたこいつはまさかのタルタルソース。酸味効いててうめえ。お次はブラナーツというモンテネグロの赤ワイン4分の1ボトル。ミドルボディ、まろやか。ぶどうの香りも良くて飲みやすい。うまいのだが正直言ってかなり重たくなってきた。唯一の救いであるはずのサラダにもチーズがたっぷりかかっておる。うまかったけど重たかった。食い切りました。ごちそうさまでした。いやーめちゃくちゃ腹いっぱい。宿に帰ります。今日も宿の近くのバーは爆音ですごいですな。ということで今夜も無事宿に帰ってきました。明日はポドゴリツァを観光します。おやすみなさい。おはようございます。今日も宿で朝飯いただきます。動画の公開もようやく終わったのでついにポドゴリツァ観光していきます。普通に宿の近くの道端にヤギいるわ。のどか。現在24度で快晴。 T シャツ1枚でちょうどいい天気。街中にちょこちょこ川が流れてて結構高低差のある街です。首都なのに何もなくてヨーロッパ一醜いとか世界一醜い首都と呼ばれているらしいです。確かに2日過ごした感じでは何もなかったんだけど噂が本当なのか確かめていきます。ヒルトンがありました。ポドゴリツァで一番いいホテルかもしれないですね。ヒルトンにはカジノもあるようですよ。カジノモンテネグロ。ここは街の中心のホテルのはずなんですがご覧の通りこんな感じ。みんな犬リードつけずに放し飼いにしてるからちょっと怖えんだよな。インディペンデンススクエア独立広場、間違いなくここが街の中心でしょう。ということはここがモンテネグロの中心でもあります。広場の目の前にはでっかいスクリーンがついたモールみたいなやつ、ここがモンテネグロ有数の買い物どころなのかな。広場の中央には勢いよく噴き出す大きな噴水があります。噴水の奥にはモニュメントもありますね。こちらはシティガバーメントオフィスと書いてあるので、市庁舎のようなところでしょうか。ここは道沿いにずらーっとテラス席が並んでいて、ちょっと飲み屋街っぽい雰囲気。今日は日曜日だから昼間から飲んでる人がたくさんいますね。建物の建築中っぽいけど壁の支え方がすごいな。ちょっと心配になる建て方。鉄パイプで軽く支えてるだけのようにも見えるんだけど、大丈夫なのかね。何もない首都だからこそ市内にも緑がたくさんあります。この橋は下手したらポドゴリツァナンバーワンの観光名所かもしれないミレニアムというそうです。ミレニアムは市内を流れる美しいモラツァ川の上にかかっています。あちらの方には川遊びしている人たちもいますね。橋の逆側に目を向けると雄大な山々、首都なのに自然が豊かなところですね。この辺りはユーゴスラビア時代の団地だったりするのかな。結構年季入ってますね。この教会がおそらくポドゴリツァで一番観光名所らしきところ、ハリストス復活大聖堂というそうです。古い団地が立ち並ぶ広い空き地にポツンと佇む大きな教会、数年前に完成したばかりのかなり新しめの教会だそうです。内部は無料で見学できて、ドーム型の屋根と金ピカの内装が見事な正教会でした。今度はさっきのお隣の橋を渡って市街中心部へ戻ります。ちょっと川の方まで降りてみたら古い石の橋がありました。橋から少し下って河原に到着。川は結構急に深くなってるみたいですね。どれどれ、おー、冷たくて気持ちいい。首都にしては透明度高くてとっても綺麗な川ですよね。周辺には城壁みたいな石垣がちらほら見えるから、この辺りは昔要塞だったのかな。水量が豊富な時期はきっとこの橋まで一面川になるんでしょうね。さーて、自分の足で歩いて何もない首都だということを身をもって実感したので、ポドゴリツァを脱出してとあるところに向かいたいと思います。何この店、古いラジオがずらっと並んでるね。ノスタルジック。首都の市街地ど真ん中がこういったおおむね団地っていうのは非常に珍しいですね。ということでバスターミナルにやってきました。世界遺産のコトルまでバスで2時間ぐらいらしいので行ってみたいと思います。30分から1時間に1本走っているよう。チケットはこちらのカウンターで現金のみ、片道 8.5 ユーロ。次のバスまで40分ぐらいあるのでターミナルで時間潰します。ルーブル美術館のピラミッドみたいなトイレは有料、1回 0.4 ユーロ。こちらのマイクロバスに乗って世界遺産の街コトルへ向かいます。なんだかよくわかんないけど俺が乗るバス運休になったみたいで、20分後のこのバスになりました。言語が全くわかんないから何言ってるのか全然理解できません。車内は割と年季が入った2列2列の席。バスの変更により運賃が安くなったらしくて50セントだけ返ってきました。ただでさえ現地に1時間ちょいしかいられない予定が20分短くなったのは痛えな。3時45分、世界遺産の街コトロに向けて出発。中心街から少し外れたところに新しくてでかいマンションがたくさん建ってるようです。中心街のボロボロの街並みと全然違う。まさに新市街って感じ。バスにシートベルトついてないのは不安だな。事故ったらみんなさよなら。夕暮れのモンテネグロを走ります。いつの間にか随分夕暮れが早くなったな。道中のこの街も結構でかいね。2時間ちょいで世界遺産の街コトル到着。先に帰りのバスチケット買いました。最終が7時50分で片道8ユーロ。あと2時間ぐらいあります。ということで、およそ2時間ぐらいだけど、世界遺産の街、コトルをブラブラしてみたいと思います。正直全然どんなところかも知らないんだけど、とりあえず旧市街に向かって歩いてます。うわー、港には随分とでっかい豪華客船が止まってますね。クロアチアのドゥブロブニクみたいなところって聞いたんですが、確かに城壁で囲まれてる要塞みたいな感じだ。こちらの門をくぐって旧市街の中に入っていく。確かにドゥブロブニクに結構似てるかも。ポドゴリツァより全然観光地っぽい。知らない間に日没がめっちゃ早くなってて、想定外にもう真っ暗なんですが、本来はオレンジ色に統一された屋根がとっても綺麗な街らしいですよ。迷路みたいに細い道の連続で、確かにドゥブロブニクの旧市街に似てる。あいやー、この道とかめちゃくちゃ細いね。そんなに時間もないので散歩もそこそこに、飯食うとこ見つけよう。飯、雰囲気的にはここがコトルのメイン広場になるのかな。広場の目の前にはおそらく一番中心的な建物の大聖堂。完璧に観光地なんだね。いい感じの雰囲気の飲食店もたくさんあります。聖ニコラス教会、美しい聖教会だね。暗くて映ってないかな。道端に野良猫が結構たくさんいますね。調べた感じ、旧市街の外に一軒いい飯屋があったんで、ちょっと一回外出ます。ちょっとしか歩いてないけど、本当にミニドゥブロブニクっていう感じでした。Google マップで圧倒的人気を誇る BBQ の店来てみたら、めっちゃ人ごった返してる。よく見ると店内狭くて、基本的にテイクアウトの店っぽいんで他に行きます。店の裏側にイートインスペースもちょろっとあったけど、イメージと違うから別の店行こう。多分明るければ崖の上とか登れてすごい景色いいんだと思います。ということで旧市街に戻ります。ということで Google マップで評価の高かったこちらのパスタ屋行ってみよう。テラス席に着席。パスタとリゾットでめっちゃ迷ったけどパスタにしました。1杯目トチェーノっていうのかな、ローカルのドラフトビア500ミリ。ややあっさりめ、ほんのりコクがあってキレ重視、ガツンとくるね。港町だからプロドビモーラーっていうシーフードパスタ頼んだら、エビの香りすんげえうまそう。別添えできたチーズも全部ぶっかけていただいちゃおう。パスタは細めで白ワインベースのソースに爽やかなミントがプラスしてあってうまい。でっかい頭のエビが中央に鎮座。エビ以外にもムール貝と、あとイカのゲソとかが結構いっぱい入ってるね。シーフード、ムール貝の量すごいよ。港町だから魚介もうまいね。シーフードとくれば2杯目は白ワイングラス。ほんのりドライな白ワイン、白ワインベースのパスタに白ワイン、そりゃ合うに決まってら。最後の方にそこに溜まってたシーフードだけ見ても結構な量なのがわかるよね。重たい肉料理が続いてたから、シーフードがひときわ嬉しかった。ごちそうさまでした。店員さんすごい気さくで、日本人だって言ったら日本語でありがとうって言ってくれたので、 10% 分の2ユーロチップで置いていきます。ごちそうさま。さあ終バスの時間なのでバスターミナルへ向かおう。このバーがめちゃくちゃかっこよくて、本当は一杯飲んでいきたいんだけど時間ないのよ。ということでバイバイコトルの旧市街。カジノもあるみたいですね。ヨーロッパ結構どこでもカジノあるね。無事終バス8分前にバスターミナルに戻ってきました。またまたこのマイクロバスっぽい終バスに乗ってポドゴリツァに帰ります。乗り込みました。2列2列の車内で前回より少し清潔で新しめ、何よりシートベルトがついてるのが嬉しい。これで少し生存する確率が上がったぜ。少し遅れてコトル出発。一瞬だったけどバイバイコトル。バスの爆音の音楽ずっと聴いてると頭おかしくなりそうなんだけど、2時間ちょいでポドゴリツァ戻ってきました。疲れた。膀胱破裂しそうだったので40セント払ってトイレ使いました。さあ、やだい帰ろう。ポドゴリツァ帰ってくると改めて何もないところだね。ほんと宿に帰る前に最後少しだけ夜のパトロールしてきます。夜の独立広場にやってきました。何も異常ありません。圧倒的平和です。この通りは広々してていい感じなんだけど何もないんだよね。何もないと言ったけど道の両脇にちらほら飲食店があるようです。飲むならこの辺に出てくるのが良さそうですね。昼間も飲んでる人が多かったこの通り、夜も音楽鳴っててやっぱここが一番賑やかだ。多分ポドゴリツァで行けてる人たちはここに一堂に集まってくるんだね。もう日曜の夜10時半だけどクラブみたいにガンガン音楽がかかった店でみんなゆっくりの酒飲んでますね。昨日おとといと宿まで聞こえる爆音流してたのはここですね。今日はだいぶ静かみたい。宿への帰り道の殺伐としたこの感じよパトロールを終えて今日も無事宿へ帰ってきました。明日はアルバニアのティラーナへ。おやすみなさい。おはようございます。宿をチェックアウトしたのでバスターミナルへ向かいます。快適な宿だった。これからアルバニアのティラーナに行くのでバスターミナルに戻ってきました。ティラーナ、こちらの中型ぐらいのバスですね。乗り込んでいきます。バックパックをここに入れろって言って入れたら2ユーロ取られました。およそ5分遅れでティラーナに向けて出発。バイバイポドゴリツァ。何が醜いって言われるかっていうとこの飾りっ気のない団地なんだよね。30分ほどでモンテネグロとアルバニアの国境に到着。10分ちょっとで出入国審査終わり、29カ国目アルバニア入国。アルバニアののどかな大地を走っていきます。2時間ちょい走ったところでこのパーキングでちょい休憩のようです。およそ3時間40分で29カ国目アルバニアの首都ティラーナに到着。今回はここまで。次回ティラーナ編お楽しみに。ポドゴリツァからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。